ニュースポストセブンです。ファンの怒りが爆発しました。4月3日より再放送がスタートした NHK 連続テレビ小説アマちゃん、歓喜の声が上がった裏側で物議を醸す騒動が起きていました。 NHK アーカイブスの SNS 公式アカウントに投稿された告知記事の出演者の欄に、主人公秋を演じたのんさんと、秋が上京した際に通っていた寿司屋の大将役のピエール滝さんの2人だけ写真がなく、シルエットにされていたのです。主要キャストの写真がずらりと並ぶ中で2人だけ写真がないという異様な状態で、ファンからはどうして主役の写真が出てないのか納得できる説明をくださいなどと批判の声が上がっていました。ニュースポストセブン。